アイスランドの活発な火山活動がある地域と火山システム大西洋中央海嶺がアイスランドの上を横断して北アメリカプレートとユーラシアプレートを分断している様を示す地図アイスランドの火山活動ではアイスランドの火山活動について衝述するアイスランドには活火山が多数存在している2008年現在30の活火山が確認されているが この30の活火山の中で最も活発な活動をしているのはグリムスボトンだとされる。これほど活火山が集中しているのはアイスランドが大西洋中央海嶺の真上にあるためである。もしくは海嶺が海面上に顔を出した状態がアイスランドであると言い換えることもでき、まさにプレートの形成が肉眼で観察できる特殊な環境である。アイスランドでは 一つの噴火口からの噴火だけではなく、しばしば割れ目噴火なども見られる。また、噴出する溶岩の量も多く、この500年以上の間、アイスランドの火山群だけで、この間地球上で噴出した溶岩の総量の3分の1を噴出してきたとする説もある。アイスランドへの入植は、西暦874年に始まったとされるが、それから現在までに、 記録が残っているだけで13回の噴火があった。記録が残っている中での最もひどい噴火は、1783年から1784年にかけて起きたスカフタルダルと呼ばれる噴火である。この噴火は、バトナヨークトル氷河の南東にある火山である、ラキで発生した。さらに、ラキ火山近郊のグリームスボトンでも、 1783年から1785年の間に噴火が起きている。これらの噴火でアイスランドの人口の約4分の1が死亡した。ただし、この時の大部分の死者は火山灰などの影響による気候変動や火山灰や火山性の有毒ガスによる家畜の死亡などを原因とする飢餓といった火山噴火の間接的な影響によって発生している。 溶岩流その他、火山噴火の直接的な影響による死者はむしろ少数であった。有志の時代において、1783年のラキ火山での噴火によって噴出した溶岩の量は、一度の噴火で噴出した量としては最大であったと考えられている。航空機は火山灰が舞っている空域を飛行した場合、ジェットエンジンが損傷するなどといったトラブルが起こり得て、 最悪の場合、墜落の危険もある。2010年のエイアフィアトラヨークトルでの噴火は、北部ヨーロッパでの航空機での移動や航空貨物の輸送を数週間麻痺させたことで知られている。しかしながら、エイアフィアトラヨークトル自体は、アイスランドでは、小さな火山の一つでしかない。また、2011年5月のバトナヨークトル氷河の下にあるグリムスボトンから、 数千トンの火山灰が数日にわたって噴出した影響で、やはり北部ヨーロッパでの航空機の運航は混乱をきたした。このように、アイスランドの噴火は、付近の航空機の運航に大きな影響をもたらし得る。グッドマンドさん、マグヌス・ツミラーセン、ジーホスカルドソン、イジル・ファッシン、エジル・ファッシン、A ・ジー・ボルキャニック・ハザーズ・イン・アイスランド、 ジョークル58、251から268。ウォー、デビッド、ジオグラフィー、アンインテグレーテッドアプローチ、ユナイテッドキングダム、ネルソン・ソーンズ、P16ISBN 978から0から17から44万4706から1、ソーダーソン、ス・ホスカルドソン、A、ポストグレーシャル・バルカニズム・イン・アイスランド、ジョークル58、 197から228ありがとうございます。